The Second World War is generally said to have begun on September the 1st, 1939, with the invasion of Poland by the Nazi Germany, as was foretold in the Fatima prophecies. Fatima 第二の予言は第二次世界大戦の 勃発を告げているそこでは次の教皇つまりピョ10世の在位期間中にもっとひどい戦争が始まりその時あなた方は夜空に不思議な大きな光が輝くのを見るでしょうと予言している問題の教皇ピョ10世は1939年2月10日まで 在位してて亡くなっている。第二次世界大戦は正式には1939年9月に開戦されたとされているがスペイン内戦や日中戦争などを考慮すれば事実上世界戦争は始まっていたと言えるだろうそしてその前年の1938年の1月25日から26日にかけて夜半の ヨーロッパ全域の空に血のように赤いオーロラが出現したこの驚くべき現象は当時の新聞にも大きく報道されたそしてヒトラーの台頭第二次世界大戦の勃発へとつながったつまりファティマの第二の予言が成就されたということになる今ご覧いただいているのは あくまでも想像図ということになります。で、その夜に現れたオーロラはですね、普通のオーロラと違って、つまり普通のオーロラはですね、平行線が並んで走るようにして現れるオーロラということになりますけども、その夜現れたオーロラはですね、空の一点から放射線上に広がったオーロラであったと言われています。まあ、それはともかくもですね、そのファティマの予言についての ここでのポイントはですね、それをスピリチュアルな予言と取るべきなのか、それとも神々によって計算された予告と取るべきなのか、はたまた、まあ、考えるだけでも恐ろしいことですけども、神々の計画であったと取るべきなのか、そのあたりの判断をどうするかというところが、一つの大きなポイントではないかと思います。 まあ、皆さんの判断にお任せします。そのナチス・ドイツの象徴的な紋章といえばハーケン・クロイツということになりますがしかしハーケン・クロイツつまり万事模様はですね古代より世界で広く使われてきましたこれがその万事模様ですけども 必ずしも不吉な文様ということではなかったようです。一般説に従えば、ナチス・ドイツがその万字を盗んで、盗んで自分のものにしたというふうに言われています。まあ、今ご覧いただいているのが万字ということになります。で、この万字についてですね。 Wikipedia は次のように書いていてますマンジえ、つまり英語ではスワスティカと言いますけども、そのマンジ、インダス文明を起源とするもので、ヒンズー教や仏教では吉祥の印として用いられる。漢字のマンジのように、鍵が左に折れる場合と右に折れる場合の両方がある。 2ナチスの鍵十字章ナチ党の陶器で使われナチスのシンボルとなったものとあります万事の起源については諸説がありますがゼガリア・シッチンはですね一冊の本の中で大変興味深い事実を指摘しています例えばこの本の中でもそれを指摘していますが いわゆる十字ですよね。十字は必ずしもキリスト教専用のものではなくて、それ以前から、太古の昔から、この地上にあったというのです。そしてその十字は、ニビル、ニビルを表していると、セカレシッチンは説いています。これは円筒印象の中の一部分ですけども、ここに十の字が描かれています。これはニビルを表すというわけです。 で、この銃イコールニビルということになるんですけどもあちこちの円筒印象にもそれが描かれています、えー、下はですね、光っているニビルということになりますさらに右上のニビルはですね、光線が四方八方に散っている様子を表したものだと言われています見方によっては万字にも見えなくはないというレベルで 判断していただければ結構です。で、同じ本の中にですね、こんな冊子絵がありました。下の図に注意してください。この図の中にもやはり十の字が描かれています。ニビルを表すまあ、シンボルマークということになります。で、このマークがですね、紀元前3200年の地層の中から見つかった陶器の上に描かれていたそうです。 繰り返しになりますが、十字架イコールキリスト教、キリスト教イコール十字架ではないということです。で、私が調べた範囲ではですね、えー、十字架が広くキリスト教との間で使われるようになったのは、紀元後2、3世紀頃からだそうです。右が1500年後のイエスの描いたイエスの洗礼の絵です。この中にも十字架が描かれています。やや変わった十字架ということになります。 でまあ、この十字とですね、左のいわゆる紀元前3200年の地層から、スサの地層から見つかったこの十字模様と比べていただくとですね、大変コンセプトがよく似ているのがわかります。いわゆるまあ十ということになるわけですね。そしてアドルフ・ヒトラーがこの十字形をですね、まあ、シンボルマークに使いました。右のまあ十字形がですね、 そのシンプルマークということになりますが、これは偶然の位置なのかどうかはわかりませんけども、まあ、大変コンセプトがよく似ているということですね。末広がりの十字架であるということです。これは偶然なのか、それともどうなのかということですけども、ひょっとしたらひょっとしてということになるわけです。つまり、ひょっとしたら、まあ、そういったこともですね、えー、意識してナチス、ドイツはですね、この模様を 自分たちのシンボルマークに使ったのではないかということも考えられるということです。さらに念のために十字架について調べてみました。ローマ時代にはですね。十字架というのはまだなかったようです。特にローマ時代にはですね。帝人型の貼り付け台が使われていたということが分かりました。 tg 型です。つまり十字ではないということですね。ですから、やはり十字架イコールキリスト教、キリスト教イコール十字架と考えるのは、私は正しくないと思います。つまり tg 型の上にですね、まあ、このようなものをつけて、そして現在の十字架が生まれたというわけです。となると、まあ、現在私たちがキリスト教でいう十字架というのはどこから来たかということになりますけれども、 まあそれは,私,は私の判断によればですね、ニビルのシンボルマー,クからマークから来ていると判断しています。となると、このナチス・ドイツのシンボルマークは、まあ、十字架から来たマークではなくて、ニビルのシンボルマークから来たマークというふうに考えるのが自然ではないかと思います。まあ、今の段階ではあくまでも仮説ということになります。で、鍵十字との関係ですけども、 鍵十字は万字ということとになりますで万字というのは水星を表したという説もあります。ともかくも、この万字といわゆるまあ十字とはどういう関係にあるかですけども、基本的な形は同じというふうに考えてよいのではないでしょうか。で万字の中には、いわゆるまあ十字がまあ仕込まれているといいますか、隠されているというふうに私は考えています。まあくまでも まあ似ているというレベルの話になるのかもしれません。しかし、大きく違っているわけでもないということではないでしょうか。で、この鍵十字と十字を比較してみます。左が、まあ、鍵十字、ハーケンクロイツですね。で、このハーケンクロイツをですね、まあ、向きをやや変えまして、まあ、出っ張りを取ってみます。そうしますと、やはり十字になるということですね。全く違った形ではない。 とということです。つまり、この両者は同じコンセプトで作られたマークということになるのではないでしょうか。つまり、まあ、ニビルの十字をですね、もしてこのような形ができたというふうにも考えられるということです。まあ、それ自体はですね、大きな問題ではありませんけども、まあ、どこかにですね、いわゆるナチスとですね、いわゆるまあ、ニビルとの関係を、まあ、疑わせるものがあるということ ことになりますで、十字イコール2ビルを表すシンボルマークと考えた考えた上でで,ですね、まあ、つながりを考えてみたいと思います。まあ、一番上の十字はですね、これは2ビルを表す十字形ということになります。その下が2ビルを表す十字形、そしてそれと同じものがですね、 まあ、1500年後のイエスの書いたイエスの洗礼の絵の中に描かれているということになります。まあ、ここにも描かれているということですね。ですから、まあ、イエスがです、ね、処刑にされるはるか以前にすでにこの文様てますか、マークはあったということになります。で、これがニビルを表す十字形ではないかということですね。左がフリーメイソンの外郭団体であるフラターニタスのまあ文章です。そこにもやはり 十字形が描かれています上にフラターニタス、UI という、まあ、ラテムですけども、まあ、そういった文字が彫り込まれているところに注意してください。まあ、フリーメイソンの外角団体です。シェイクスピアが立ち上げたと言われています。これが、まあ、フラターニタスの文様ですけども、この中にもやはり十字が描かれていますけども、その端のところに注意してください。同じコンセプトで、まあ、彫られているということですね。なあち、イエスの洗礼の中に描かれているこの十字はですね、 えー、いわゆる、まあ、カトリックの言う十字架ではなくてフリーメイソン側が,のが使っている十字形を模したものだ、あその逆かもしれませんけれどもというふうに考えられます。そしてその十字架をですね、模してキリスト教が使っている十字架が生まれたと私、林博は考えています。まあ、ちゃっかり横取りしたということになるのではないでしょうか。 そしてその形がですね、えー、ナチス・ドイツの十字紋章と似ているということになるわけですね。あくまでも、まあ、似ているというレベルの話でとどめておいていただきたいと思います。まあ、要するに、キリスト教側がですね、まあ、ちゃっかりと横取りしたということになりますが、まあ、他にもこんな例があります。 エチオピアのララリベラですこのラリベラにはですね、まあ大変奇妙な教会があります。今、皆さんをそのラリベラへ案内します。で、ここには大小さまざまなこのような教会、地下教会が彫り込まれています。岩盤を掘り抜いて作った教会と言われています。この教会の屋根の模様がですね、先ほど紹介しました十字形と大変よく 似ていいるととうことです、すくご覧くださいでこの十字形に注意していただきたいんですけども、一応この教会はカトリック教会ということになっています。そしてこの十字文様はですね、いわゆるまあ十字架を模して作った、作られたというふうに一般には説明されています。で、十字形をですね、 二重の枠が取り囲んでいる点に注意してください。その文様と先ほど紹介しましたゼカリア・シッチンの書いた本の中に出てくるニビルの模様と比べてみてください。ニビルを表すいわゆるシンボルマークもですね、やはり十の字をですね、二重枠が取り囲んでいるのがわかります。もう一度比べてみてください。これはラリベラの教会の屋根の上に彫り込まれた 模様です左がそのラリベラの模様です。みんな、えー、いわゆるまあ、ニビルを表す、十字形ということになります。で、十の字をですね。二重の枠が取り囲んでいる点に注意してください。全く同じだということですね。すなわち、左のラリベラのこの屋根の模様はですね。まあ、カトリック教会側が言う、いわゆるま、あ十字架を表したものではなくて、ニビルをもともと表したものであるということになります。まあ、それをですね。 まあ、カトリック教会側がですね、カトリック系の教会として、まあ、ちゃっかり横取りしたというふうに、私、林博史は考えています、まあ。そのように考えているというだけですね。しかもその間の年数がですね、紀元前3200年と、まあ、1000年前後ですから、4400年の隔たりがあるということです。何故にこのような模様をですね、 まあこれはですね、まあ、キリスト教側が言う十字架ではなくてニビ,ルのニビルを表す文様ということになるまたその可能性が高いということになります話は大きくそれますけども、まあ、ゼカリア・シッチンの地球年代記を読むとですね いわゆるまあ人間がですね、人間同士が戦争を始める前、はるか以前からですね、神々は神々同士で戦争をしていたということがわかります。そしてその戦争に人間が巻き込まれていったと言いますか、まあ、ゼカレシチンによればですね、人間は神々の代理戦争をしているにすぎないというようなことをまあ,あちこちで述べています。 でこうして、まあ、今皆さんにご覧いただいているのが、まあ、ゼカレシーチンの表した地球年代記ということになりますけれども、まあ、この年代記の中の特徴はですね、やがて時代がまあ下ってくるとですね、地球の支配者は結局はエンリル派とエンキ派に分かれ、エンリル派のイナンナ・イシタール、そしてエンキの息子のマルドック、この二派に分かれるということですね。つまり繰り返しますと、まあ、イシタール対ル マルドゥクの戦いといととうことになるわけですその両者の間で激しい戦争が繰り返されたということになります。まあ、このように書いてありますね。で、まあ、どう判断するかですけども、エンリル派のイナンナ・イュタールと、延期派のマルドック、まあ、延期からマルドックへはですね、えー、正当にまあ王位が継承されているようですけども、ともかくもイナンナ・イュタールとマルドックの対立が まあ続いていたということになります。まあ、そうした模様がですね、こうしてえまあ、表現されているわけです。まあ、人間を改造したエンそれに反対したエンディル、その上に君臨するのがアヌオーということになります。で、まあこのようにして地球をですね、分割してそれぞれが統治したというふうにまあ、えー、ジャケルシチンは説いています。 まあ、要するに繰り返しになりますけども、神々はですね、この地球でですね、人間が戦争を始めるはるか以前よりも、以前にですね、戦争をしていた。そして、人間がその戦争の中に巻き込まれていった。そして、まあ、ゼカレシッチンの言葉を借りるならば、人間は神々の代理戦争をしていたということになります。そして、その代理戦争はですね、まあ、ゼカレシッチンによればですね、 現在の今も続いていいてるというわけですまあ、どう続いているか私には分かりませんけども、まあ、そういうことが行われているということだそうです。まあ、大変ちょっと言いにくい部分もありますので、まあ、私の言葉の向こうにあるものを皆さん自身で指していただくしかありませんけども、まあ、マル族とイナナ・イシュタールの戦いがこうして 続いていてたそして今も続いている可能性があるというわけです。で、イナンナ、これ第三文明ということは第三地域のことです。なおちインダス・バリー周辺のことを第三地域と言います。まあ、そこをイナンナ・ヒタールがまあ支配したということになります。まあ、領地を分割したという考え,か考え方になるのでしょうかというようなことが書かれているわけです。 そして、マルドック対イナンナの闘争が再び燃え上がった。と。まあ、このような戦争が常に繰り返されてきた。そして、今も繰り返されている可能性が高いということになります。まあ、そうしたことがですね、この地球年代記を通して今読み取れることではないかと思います。まあ、だからといって今というわけ、というふうには私も言う自信がありませんので、 まあ、その辺の判断は皆さんにお任せしたいと思います。まあ、こうして時代がどん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 下,下ってくるわけですね。で、マルドックは南部を確保したと。しかし、まあ、あのウたちはこの後に地球を去っていくわけですよね。でその時に、まあ、マルドックはニビルへ帰らないで地球に残るわけです。と同時に、 アヌオーたち、あの王はですね、まあ、地上にあった拠点をですね、核で攻撃して破壊したと。まあ、そういうようなことまで書いてあります。まあ、ウル・エンリル・ウルという名前がこの辺りに出てきます。まあ、神々の戦争の様子が書かれているわけですけどもね、 まあ恋愛もしたようですね。ラー、マルドック。まあ、ラー、まあ、エジプトの最高神の名前もラーです。マルドック、アラーフ、アフラ。みんなラーがつきますけども、ラー、アフラ、アラーフ。みんなマルドックのことであったと、まあ、こういうところからも判断できるわけです。いわゆる、まあ、メソポタミアを支配した神の中の神ということになりますと、マルドックということになるわけです。王の中の王ということになるわけですね。 まあそうした内容がこういうところに記されているということです。繰り返しますけども、神々の戦争は過去にもあったし、そしてひょっとしたらひょっとして、現在の今もあるということになるのかもしれません。そして、戦闘は中央メソポタミアへと広がったというふうにありますね。 でこの後ですよね、アヌ王が地球を去るのは2023年ですねで、核兵器を使って、まあ、動物足に水は毒となったということはここに書かれています。まあ、この記述内容からしてですね、まあ、核兵器を使ったに違いないというふうにゼカレ・シッチンは判断したのだと思います。 で、神々の世界をですね、まあ、もう一度簡単におさらいしておきたいと思います。これがバウンダリーストーンですね。境、ま、界、あ、石。いわゆるまあ、境界にこの石を置いてですね、まあ、境界を定めたというわけです。この境界石の、境界石の、まあ、興味深いところはですね、頂点にイナナイスタールが描いてあるということです。その下にいるのがエア、すなわち塩基ですね。で、塩基はですね、 あのマルドックに王位を上等した後、まあ、歴史からは姿を消すといいますか、以後現れることはありませんね。すなあち、マルドックがエアーの名前、すなわち、縁起の名前を語って、まあ、君臨したというふうに、私、林博士は考えています。マルドック、すなわち、息子ということになるわけです。で、頂点に立つイシュタールとマルドックが、まあ、ここで対立関係に入るわけです。で、マルドックの流れが、 フリーメイソンへとつながっていくんですけども、イスタールは当初、シャーマシュと一緒に、まあ、組んでですね、キリスト教を立ち上げますけども、シャーマシュがどういうわけかイスタールと反目して、マルドック・派についたというふうに、私は今のところそのように考えています、まあ。ともかくも、基本的にはマルドックとイスタールの対立関係ということになります。その流れがフリーメイソンにつながり、えー、フランス革命、そして現在の自由の像へとつながっているということです。 そして、右のイシュタールは、えー、ローマン・カトリックへとつながり、そして、先ほど紹介しました、ファティマの奇跡へとつながっている、というふうに考えられるわけです。まあ、ビジョンを3人の子供に見せてですね、まあ、自分の存在を示したということになります。まあ、ここで、踊る太陽事件というのは起きるわけですね。10万人近い人たちが、その踊る太陽を目撃します。 それが、まあ、ファチマの踊る太陽事件ということになります。まあ、今世紀最大の UFO 遭遇事件ということになります。まあ、スピリチュアルなものであると考えるのか、あるいは UFO 遭遇事件と考えるかは、それは皆さんの判断にお任せしますが、ただ、私、林博の思考回路の中には、スピリチュアル的なものの考え方というのはありません。いわゆる、まあ、 霊的なものであるというふうに考えるというのはちょっと私にはできないということですね。まあ、そういった意味で今日の動画は大変私にとってもまあ苦しい動画ということになります。で、まあ、ファチマのこの事件を追いかけてみるとですね、まあ、3人の子供たちがまあファチマのレイディに、まあ、マリアと言われてますけども、ファチマのレイディにまあ4回やって5回目に いわゆるパ、ま、ジ、あ、マの踊る太陽事件というのは起きるわけです。まあ、これがですね、霊的な事件であったのか、スピリチュアルな事件であったのか、それとももっと現実的な事件であったのかということになりますと、私、林浩氏は現実的な事件であったというふうに考えています。えというのはですね、この写真をよく見てみるとですね、どうやら信者でない人もあー、まあ、にやニや笑いながら見ているというような風景もありますのでね、 まあ、そうしたまあ信仰心のない人まで見たというような事実からですね、まあ、私は霊的なものではなかったんじゃないかと思います。まあ、霊的なものであったと考えるのは無理があるということですね。まあ、遠くからまあ水平にその踊る対応を目撃した人の証言も残っています。その日、10万人の人たちがですね、まあ、踊る対応を見たというわけです。 まあこうしてみんなが空を見上げているとですね、太陽がいろいろな光を放ちながら踊ったというわけです。それが10分前後続いたというわけですね。それをどう判断するかということですけども、スピリチュアル的なものではないということになりますと、あの赤いオーロラ事件もですね、やはりスピリチュアルなものではなかったのではないかと考えます。もっと分かりやすければ、まあ、 まあね、あのはっきり言えばエイリアンの仕業だということになります。まあ、そういう意味でね、今世紀最大の UFO 遭遇事件ということになると、私、林弘氏は判断しています。まあ、このファチマのレイディはですね、3人の子供の証言に基づいて描かれた絵と言われています。で、ファチマの奇跡の話に戻りますけども、 まあ、この3人の子供がですね、いわゆる、まあ、ファチマのレディから3つのメッセージを受け取るわけです。で、そのメッセージが何であったかということは、第1番目、第2番目は明らかになっていますけども、第3番目は明らかになっていませんね。まあ、いないと考える方が私は、 妥当だと思います、まあ、ともかくも今日の動画はですね、大変私、重苦しいんですよね。なぜかと言いますと、まあ、この事件がですね、その後の赤いオーロラ事件、そ,そしてその後のナチス・ドイツへとつながっていくからです。まあ、現在につながってくるという意味でね、まあ、この事件そのものをですね、ナチス・ドイツと直接結びつけることはできませんけども、 何かしらの関係があるのではないかという意味でね、またそれを関係づけてしまうことについて、どうしても言いにくい部分があるという点でですね、まあ、重苦しい気分になるわけです。で、この、まあ、この予言通りにですね、空に一番下ですね、夜半のヨーロッパ全域の空に血のような赤いオーロラが出現したと。で、これは予言通りに現れたわけです。となりますと、これもどのように考えたらいいかということですね。 まあそのファチマのレイディが予言した通りにですね、赤い、赤いというところが気になるわけですね。ロシアの赤を意味、まあ、連想させるというわけです、まあ連想。私は連想しますけどもね、それが現れた。これをまあどのように、まあ、偶然なのか、それとも計画なのか、まあ、はっきり言えば予言なのか、予告なのか、あるいは神の計画によるものなのかということになってくるわけです。でまあ、ファチマの奇跡をですね、まあ 私はスピリチュアルではなくて、UFO 現象、UFO 現象として捉えるならば、このオーロラもですね、まあ、計画されたものであるというふうに考えるわけです。で、ここであまり計画、計画ということをまあ強調するとですね、その翌年に起きた、いわゆるドイツのポーランド侵攻も、これも神々によって計画されたものであるということになってしまうからなんですね。 が今の私にはそこまで言いける自信はありません。ただ、ゼカリアシッチンが解くところによればですね、まあ、過去においても、神々は人間を使ってですね、人間にその代理戦争を繰り返し繰り返しさせてきたということになりますと、つまり、ゼカリアシッチンのまあ考え方によればですね、私、林宏の考え方というよりも、ゼカリアシッチンの考え方によればですね、あの第二次大世界大戦争もですね、まあ、神々の 大理戦争であったということになってしまうわけです。がそう考えるのは、まあ、今の私にはまだできないという,いう意味でね、本当に今日の動画はですね、歯切れの悪い、まあ、動画になりましたけども、まあ、そういうふうに理解していただくしかないんじゃないかと思います。つまり、まあ、いわゆるナ、まあ、チス・ドイツの背景、後ろにはですね、背後には、まあ、いわゆる、まあ、我々が神々と呼ぶエイリアンの存在があった。そしてその戦争は、 神々の計画によって起こされたと考えるにはですね、今一つ、まあ、自信がないと言いますか、その自信がない点という点でね、まあ、今日の動画は大変今まで作った動画の中でも最も重苦しい動画の一つということになりました。で、最後に結論ということになりますが、まあ、次のように考えます。まあ、流れからするとですね、ファティマの踊る太陽事件と赤い オーロラ事件、そしてまあその翌年のナチス・ドイツによるポーランド侵攻との間には関係があるのかないのかそれは何とも断言できないということです。ただナチス・ドイツが使っている文章がですね、いわゆるまあ、ニビルの十字形と似ているという意味でね、ニビルと何か関係があるのではないかという、まあ、推測が立つということです。仮説 の段階にはまだ届かないまあ、偶然の1といえば偶然の1ということになります。そうした偶然の1が重なったというだけのことかもしれません。まあ、もう一度最初にお見せしたこの、まあ、写真といいますか、を画像を見ていただいてますけども、まあ、ここの部分ではでね、ここの部分では、まあ、もともと2ビルを表す十字形が、まあ、キリスト教で使う 十字架にもなり、そして、えー、ナチス、ドイツが使った紋章になったというだけのことです。まあ、その間に関係があるのかないのかは分かりませんけども、まあ、現在の今につながっている事件であるだけにですね、まあ、断言するということも私にはできないわけです。つまり皆さんの判断にお任せします。またね、あのいくつか証拠が出てきましたら、えー、少しずつ見つめていきたいと思いますけども、左があーファチマズ・ストーン。 ハチファの嵐というふうに一般に言われている、まあ、事件ですね。そしてその翌年、えー、そのファチマのレディの予言通りに第二次世界大戦争が始まったというわけです。まあ、冒頭で言いましたように、まあ、予見と取るべきなのか、計算された予告と取るべきなのか、それとも考えるだけでも恐ろしいことですけども、神々による計画であったと取るべきなのかは、 まあ意見の分かれるところではないかと思います。予見か予告か、それとも計画であったのかということになります。私はそうであってほしくはないと思いますけども、まあ不思議な不思議な偶然が重なったということです。まあ今日の動画はっきりしませんでしたけども、どうかこの辺でお許しください。Bye for now!